私からは以上であります。それでは皆様からの質問をいただきます。質問をされる方は所属とお名前を明らかにされた上で、お願いいたします。はじめに幹事社の方からの質問です。はい、どうぞ。はい、幹事社の毎日新聞の高山と申します。よろしくお願いします。先ほど冒頭でもおっしゃいましたが、この通常国会ではですね、加計学園をめぐる問題や森友学園をめぐる問題などに論戦に注目が集まりました。加計学園の問題ではですね、特に国会最終盤、文科庁の再調査で総理のご意向と明記された文書の存在が確認される一方、内閣府の調査ではそういう発言や文書はなかったという調査結果が発表され、食い違いも見られました。野党は閉会後もやっぱり説明を行うべきだと主張してまして、森友学園についても疑念はやっぱり払拭されてないんじゃないかと主張しています。この2つの問題についてですね、もう十分説明責任は果たされたという認識でいらっしゃいますでしょうか。また先ほど説明を積み重ねるともおっしゃいましたが、どのように説明を果たしていきますか。でさらにですね、テロ等準備罪を新設する法案の審議では、与党は委員会審議を省略する中間報告という異例の手法を使って成立させました。当然法案の審議が不十分だったという指摘もございます。国民の不安払拭に向けてですね、どう説明をこれからも果たしていくおつもりでしょうか。この週末の各社の世論調査ではですね、10ポイント近く内閣支持率も落ち込みました。そうした状況も踏まえて以上の点お答えいただけたらと思います。以上です。今ご指摘をいただいた問題についてはですね、国会において政府として説明を重ねてきたところでありますが、残念ながら必ずしも国民的な理解を得ることはできていない。率直にそのことは認めなければならないと考えています。テロ等準備罪処罰法はですね、テロ対策について国際的な連携を強化していく上において不可欠な法律であると考えておりますが、依然として国民の皆様の中に不安や懸念を持つ方がおられることは承知をしております。しかし改めてこの機会にもう一度私からはっきりと申し上げておきたいことはですね、一般の方が処罰の対象となることは処罰の対象となることはない。そしてまた一般の方が被疑者として捜査の対象となることはないということは、改めてはっきりと国民の皆様に申し上げておきたいと思います。これらの法律を実施していくにあたってですね、国会でのご議論なども踏まえて適正な運用に努めてまいります。しっかりと適正に運用していく中において、今私が申し上げたことについて我々が申し上げていることは間違いなかった、そう確信していただけるとこう思っています。国民の命と財産を守るための法律であります。国民の命と財産を守るために万全を期していく考えであります。また森友学園への国有地の売却についてはすでに会計検査院が検査に着手をしており、政府としては全面的に協力をしてまいります。国家戦略特区における獣医学部の新設につきましては、文書の問題をめぐってですね、対応は二転三転し、国民の皆様の政府に対する不信を招いたことについては率直に反省しなければならないと考えています。今後何か指摘があれば、政府としてはその都度真摯に説明責任を果たしてまいります。国会の開会閉会にかかわらず、政府としては今後とも分かりやすく説明していく、その努力を積み重ねていく考えであります。今国会の論戦の反省の上に立って、国民の皆様の信頼を得ることができるように、冷静に、そして分かりやすく、一
つ一つ丁寧に説明していきたいと思います。それでは幹事社からもう一問いただきます。はい、どうぞ。幹事社の TBS の岩田と申します。今後の内政の課題について何点かございます。まず東京都議選まで2週間を切りましたけれども、自民党総裁としては何を争点に戦って、どの程度の議席の獲得を目標とする考えでしょうか。また憲法改正について自民党は年内に原案をまとめる考えですけれども、そのあたりも見据えまして、夏に任期が切れる自民党の役員人事、さらには内閣改造についてはタイミングも含めてどのような方針で臨むお考えでしょうか。さらに自民党内には来年の通常国会で改憲を発議して、次の衆議院選挙と同時に国民投票を行うという案も浮上していますが、この国政選挙と同時に国民投票を行うということの是非も含めてお考えをお願いします。東京都議会議員選挙はですね、あくまでもこれは地方選挙でありまして、現在東京都民の皆さんが直面しているさまざまな地域の課題、東京独自のテーマが争点になるものと思います。自民党においてもですね、東京都連が中心となって都民の皆さんに地域に根付いた身近な政策をしっかりと訴え、一人でも多くの当選を目指してまいりたいと考えています。いかに暮らしやすい東京を作っていくか、安全な、そして子育てしやすい、素晴らしい環境になる、そういう東京をどうやって作っていくか、そして2020年の東京オリンピックに向けてですね、どう統制を進めていくかということも議論になっていくんだろうと思います。いずれにせよ、まさに東京都民の皆様方におけるですね、さまざまな課題が当然争点になっていくんだろうと思います。またですね、憲法改正については、自民党、これは立党以来の党勢であります。先日自民党総裁としての私の考え方を、お示しをしました。これを受けて、党の憲法改正推進本部においてすでに、衆参の憲法審査会に提出する具体的な改正案の、検討が始まっています。その上で、自民党としての提案を、未だ国会の憲法審査会に提出をしていない段階でありまして、現時点においてはその後の発議などについて申し上げる段階ではないと考えています。そもそも衆参両院の3分の2を形成すること自体がですね、そう簡単なことではない、容易なことではありません。まずは与野党を超えて建設的な議論を行えるような、そうした自民党提案となるよう中身の検討を優先したいと考えています。さらにはアベノミクスの一層の強化、働き方改革、人づくり革命など、さまざまな重要政策において大きな推進力を得るためには、人材を積極的に登用し、党においても政府においてもしっかりとした体制を作っていくことが必要であります。そうした観点も踏まえながら、党役員人事、内閣改造については、これからじっくりと考えていきたいと思っています。これからは幹事社以外の方からご質問いただきます。質問ご希望される方は挙手をお願いいたします。私、指名いたします。指名を受けましたら、改めまして所属とお名前を明らかにして質問をお願いいたします。多くの方質問希望されてますので、お一人様一問でお願いいたします。じゃあリンダ、リンダ、イエス。ロイター通信のスティーブと申します。外交についてお聞きしたいんですが、アメリカのトランプ大統領は中国との間で交渉の様相を上回る良好な関係を築き上げました。アメリカと中国の緊迫する緊迫な関係が日本に 赤影響をもたらすというのがありませんでしょうか。日本に悪影響、日本に悪影響、よく
米中関係が進展するとですね、日本が困るんではないかという指摘はよくあることでありますが、私は全くそうは考えていません。米中の首脳同士がですね、信頼関係を築いて緊密に協力していくことは世界にとっても、私はまた日本にとってもプラスであると考えています。世界のさまざまな課題に大国である中国、米国とともに取り組んでいかなければならないわけでありまして、これは例えば気候変動の問題もそうでありますし、さまざまな課題にともに手を取り合って取り組んでいくことが今世界で求められているんだろうと、そう思います。例えば北朝鮮問題への対応であります。北朝鮮に対して最も大きなテコを有するのは中国であります。そのためにも、日米、日韓、日米韓で協力を進めるとともに、中国とも緊密に連携をしていく必要があります。そのために日本から中国にも働きかけますし、米中がいわば認識を同じくしていく、この北朝鮮の問題は世界的な脅威であるという認識を同じくして、そして同じ方向に向かって進んでいくことがですね、この問題を解決していく上においても必要だろうと考えています。中国に対しては先般楊潔チ国務委員が訪日をした際、私からも働きかけを行いましたが、米国があらゆるレベルで中国と連携して北朝鮮に圧力をかけていくことは日本にとっても利益になると思います。いずれにせよ日本にとって日米同盟、これは外交安全保障の基軸であります。首脳レベル、大臣レベル、そしてあらゆるレベルにおいて、意思疎通を密にして、そしてサプライズがないという関係を作っていくことも大切であろうと思います。今はそういう関係を作ることができていると考えております。米中間においてもですね、日中間においてもそれぞれの関係を発展させていくことが日米両国ともにプラスになっていくという認識でですね、今後対応していきたいと思います。はい、それでは次の質問を設、じゃあ原さん。原さん、NHK の原と申します。加計学園の問題、森友学園の問題に戻させていただきます。国会では公文書の扱いが問題となりまして、日本維新の会は公文書保存を義務付ける文書の範囲を拡大する法案を提出しましたし、民進党内で野党側も同趣旨の法案を出しています。今回の問題を踏まえましてですね、公文書管理法の改正、あるいは公文書管理の在り方について、総理はどのようにお考えでしょうか。法改正に取り組むお考えはありますでしょうか。公文書管理についてはですね、過去から現在、そして未来へと国の歴史や文化を引き継いでいくとともに、行政の適正かつ効率的な運営を実践し、現在と将来の国民への説明責任を全うする上においても重要なインフラであると言ってもいいと思います。今回の国会審議において公文書の扱いについてですね、さまざまな議論がありました。そうした中でこのことの重要性について改めて認識したところであります。政府としてはその重要性を踏まえて、各行政機関における公文書管理の質を高めるため普段の取り組みをしっかりと進めていく考えであります。はい、それでは次の質問をいただきたいと思います。じゃあ島田さん。日本経済新聞の島田と申します。成長戦略に関連してお伺いします。構造改革が思うようなスピードで進んでいないのではないかという指摘も少なくない中でですね、先ほどキーワードとして挙げられた人づくり革命を持ってですね、構造改革を加速させるためには会議体の設置にとどまらず担当閣僚を置くべきではないかという指摘もありますが、そのような考えはございますでしょうか。またその成長戦略の観点から TPP などその通商環境の変化への期待も聞こえてまいります。目下交渉中の EU との EPA 交渉について
7月の G20 首脳会議の頃までに大筋合意をする考えはございますでしょうか。TPP11 についても、例えば年内など、早期に合意可能だと見ていらっしゃいますでしょうか。合わせて将来的にですね、アメリカが TPP の枠組みに戻る可能性は高いとお考えでしょうか。よろしくお願いします。安倍内閣においてですね、各省庁にわたる重要な国家的な課題、例えば地方創生、あるいは一億総活躍社会、そしてまた働き方改革、そうした政策を前に進めていく上においてですね、有識者会議を持つとともに、設けるとともにですね、担当の大臣がリーダーシップを発揮していく、そして分かりやすく国民の皆様に発信していくことによってですね、政策を推進することができたと考えておりますので、今回のですね、みんなにチャンス構想会議におきましてもですね、人づくりを進めていく上においても考えていきたいと思っています。そしてまた通商戦略についてでありますが、日本は自由貿易によって高度経済成長を遂げてきたわけであります。国境を越えてですね、物が行き交う、そして人が行き交うことによって、さまざまな知見が、あるいは経験が交わり、新しい知恵が生まれ、そして国際社会の荒波の中でですね、競争する中においてですね、技術は進歩してきたと言ってもいいと思います。まさにこのダイナミズムこそがですね、世界の繁栄やそして平和の礎だろうと思います。そしてそれはですね、基本的な考え方として誰にでも開かれていなければならない、そして公正なものでなければならないと考えています。日 EU の EPA 交渉はですね、まさに21世紀にふさわしい自由で公正なルールを作り上げる作業であります。現在東京で詰めの交渉が行われておりまして、できるだけ早期に大枠合意を実践したいと思います。TPP についてはですね、アジア太平洋地域を発展させるために必要なルールは何か、参加国は長い時間をかけて真剣に話し合ってきた結果がですね、まさに成果として結実したものだと思っています。10カ国はこの成果を何とか生かそうとする点で一致をしています。来月我が国が主催する高級事務レベル会合でですね、TPP の早期発効のための方策の本格的な検討が始まります。我が国はですね、議長国として各国と緊密に連携をし、スピード感を持って11月の APEC 首脳会合に向けた理論を前進させていきたいと思いますし、そのためにも日本がリーダーシップを発揮していかなければならないと、その責任も感じております。日米間において